ヤン一世スホラスティックはオシュフィエンチムコブワニスワフ一世の一人息子。母はプーツクコーボレスワフ二世の娘エウフロジナ。衣装のスホラスティックはスコラ学者を意味する。ヤンは父の一人息子だったが、子供の時は聖職者になるための教育を受けていた。1321年12月15日、ヤンはクラックフにおいてスコラ学者の役職を受けている。 しかし、父が1324年に死ぬと、ヤン・一世は、オシフィエンチムを相続したため、必然的に減属することを余儀なくされた。翌1325年まで、ヤン・一世は母エウフロジナの摂政を受けたが、1329年に、死ぬまで母は、広告の政治に影響を及ぼし続けた。教会の聖職から離れたにもかかわらず、ヤン・一世は、 クラックフのスコラ学者の地位から生じる歳入を受け続けており、これが教皇グレゴリウス11世に介入を受ける原因になった。ヤン1世は後に、この不正な左手の罰金として五千グジブナ及び五百フローリングを支払っている。外交においては、ヤン1世はルクセンブルク家の忠実な同盟者となった。1327年2月24日。 他のシレジア諸侯と共に、ヤン一世は、オパバにおいて、ボヘミア王ヨハンに侵入を誓った。1336年には、ラチブシ公国が、オパバ公国に併合されることに同意させられている。1355年、ヤン一世は、叔父の、チェシン公カジミエシュ一世とレシニツァ公、コンダト一世の間で起きたビトム公国の相続を、めぐる紛争を解決するために、 プラハで開かれた会議に出席した。ヤン一世の調停により、この問題は1369年には解決を見た。それから3年後の1372年に亡くなり、オシフィエンチムのドミニコ会修道院に埋葬された。ヤン一世は教会に対して非常に寛容であり、亡くなった年に、プーツクで開かれた地方の教会会議では、ポーランド国中が亡きヤン一世に対して、 祈りを捧げるよう呼びかけがなされた。名前不明の最初の妻との間に一人息子を設けた。ヤン二世1359年頃、プラウェンの大官ハインリヒ二世フォン、ロイスの娘、ザロメと再婚したが、子供を授かることはなかった。ありがとうございます。